シアノコバラミンの構造生態物質であるビタミン B12 の前合成はハーバード大学のロバート・ウッドワードとチューリッヒ工科大学のアルバート・エッシェン・モーザーラの研究グループによって1972年に達成され1973年に論文が発表されたビタミン B12 の前合成は現在でも2例目の報告が上がっておらずこの業績は 天然物合成の禁止等と考えられている。全合成の研究は1960年に S、1961年にハーバード大学で始まった。1965年からは2社の協力事業となり、少なくとも91人の博士研究員と12人の博士課程の学生が関わった。関係者の出身国は19カ国にわたる。全合成の論文には、 研究に深く携わったチューリッヒの7人、ケンブリッジの17人の名前が載せてある。ビタミン B12 は構造が複雑であるため合成は不可能ではないかと考えられてきた。ビタミン B12 の構成には2つの異なる方法があり、この全合成に伴って1972年に達成された。この2つは複雑に組み合わさっており、 ビタミンの応援肝配医師であるコリンの作り方で全体的に見れば根本的に異なっている。肝 A と肝 B を合成する方法がハーバード大学で肝 A と肝 D を光反応で合成する方法が S で研究された。ウッドワードは A、B 法を1968年、1971年、1973年の講演で公表しており、 1972年7月にニューデリーで開かれた国際純正応用科学連合での講演トータルシンセシスオブビタミン B12 で完成が報告された。エッシェンモーザーも1970年に行われた S の100年記念講演で A、B 法を公表しているほか、肝 A、D を光反応で合成するビタミン b 十二の合成法を1971年に ボストンで行われた第23回 IUPAC 会議で公表している。光反応を用いる方法の完成型はサイエンスで1977年に公表された。これは、中立化学協会においてエッシェン・モーザーが行った講演をもとに1974年に公表されたネイチャー・ウィッセンシャフ府ンの記事を英訳、過失したものである。以下では、AB 法について述べる。 AD 法は初期の段階では非立体科学的だったが、1971年7月にボストンで行われた第23回 IUPAC 国際会議のエッシェンボーザーによる特別講演では、収率が70%以上であり、天然型と非天然型の生成比率が2、1であることが公表された。また、1972年8月のバンクーバーでの 国際有機合成討論会では、同じくエッシェンモーザーによりカドミウム誘導体を用いることで90%以上の選択性で天然型に閉換することが発表された。この合成では、カ肝 AD の合成をウッドワードが、カ肝 BC の合成をエッシェンモーザーが行った。走行定数は90段階以上に上る。2つのビタミン B12 を合成する方法は、 R.V. スティーブンスやニコラウ、ソーレンセンなどによって評価され、その他の40以上の出版物上で議論された。これはウッドワードが行った3つの B12 に関する講演に基づいているので、ハーバード S の A、B4 のみを扱っている。ビタミン B12 の X 線解説による結晶解析は、オックスフォード大学のドロシーホジキンが、 カリフォルニア大学ロサンゼルス校のケネスナイトレイ、トゥルーブラッドやプリンストン大学のジョン・ジー・ホワイトらと協力して1956年に行った。ウッドワードによれば、ハーバードの AD 合成法が有機反応が関わる軌道対称性をコントロールするウッドワード・ホフマン則を思いつくのに重要な役割を果たしたということである。ビタミン B12 の分子の中心となるのは、 コバルトイオンを中心とするコリン構造である。異なるコバルト排異子が結合したビタミンがいくつかあるが、ビタミン B12 の前合成で対象となるのはシアノイオンを排異子とするシアノコバラミンである。コリンの管の縁にはメチル元とアミド元が C1 と C2 の間を空けるようにつながっている。7個目のアミド元はイソプロパノール元、リン酸元、 リボース元とジメチルベンズイミダゾール元によって N アルキル化している。イミダゾール上の窒素原子の一つはコバルトの5番目の配位子となる。全部で不正中心となる炭素原子が9個あり合成がより困難になっている。逆合成解析では第一段階は簡単であった。1960年にビタミン B12 においてアルキル元や リン酸元が結合している7番目のアミド結合が、アミド化水分解によって、コバル酸に変換され、それを元に戻すこともできることが、フリードリヒ、グロス、バーンハウラー、チェラーによって示された。ウッドワードやエッシェンモーザーの研究は、コバル酸を合成することを目的とした、形式前合成であり、アルキル元などの負荷は含まれていなかった。C5 と C15 のメチル元は、 五輪骨格を作ってからでないと加えることができない。この部分は肝 AD を西側、肝 BC を東側と呼ぶ。これらを直接結合させて肝を閉じるのは立体障害のためできないと考えられていたが、異様縮合を用いる方法により結合させることが可能になった。1968年の時点で前後生には以下のような課題があった。 このうち1970年夏の時点で残っていた課題は3、4、5である。コバルト原子の導入大因間の閉間エステルの区別ビスノルコバリン3ヘプタメチルエステルとカンシーのプロピオン酸メチルが結合する炭素に関してだけ立体化学が反転しているビスノルネオコバリン3ヘプタメチルエステルの分離、下胸部へのメチル元の導入立体科学を正常にすること。 肝 B の C8、肝 C の C13 などは立体化学が反転しやすかった。ン A の出発物質は M アニシジン1とアセトイン2である。両者を混合してシフ塩基とし濃縮してメトキシジメチルインドール酸を合成する。これをグリニャール主役であるヨうカ、プロパルギル4と反応させてプロパルギルインドーレニン号を合成する。 これをメタノール中で酸復化放送及び、酸化水銀と反応させることで缶が閉じ、7が生成する。この時、急電子負荷反応が起こり、反応中間体として6が生成する。7において2つのメチル元は、シスの位置関係にある。この化合物は2種類のエナンチオマーの混合物であり、アルファフェニルエチルイソシアネートを用いて体のみを単理する、光学分割が行われる。 カンディーの合成の出発物質はヒクショウ小脳8である。これをヒドロキシルアミンで酸化してオキシム9に変換し、加水分解してアミド10にする。それをカルボキシモトとアミドの間で脱水縮合させてダクタム11、ニトロソアミン化合物12、ジアゾ化合物13、そしてシクロペンテン14を合成する。ライオル4でこれを還元すると、 アルコール15が生成し、これをクロム酸で酸化すると、アルデヒド16が得られる。ここで、ウィッティ非反応を用い、カルボメトキシメチレントリフェニルホスホランと反応させて、トランスのアルケン17を得る。これを加水分解すると、カルボン酸18が生成する。アミン7とカルボン酸18は、カルボン酸を塩化物にすることで縮合し、アミド19になる。 タート、ブチルアルコール中でカリウムタートブトキシドを作用させるとマイケル負荷により6カン化合物20が生成する。この時水素原子はトランスの位置関係になる。ここで後で方向感を部分還元することを見越し化合物に保護器を導入する。それはケタール21のカルボニル元とイミニウム塩22及びウルトアミド23のエノールエーテルである。 エノールエーテル24は、化合物を取るン中で加熱し、エタノールを取り除くことで得られる。これを、バーチ還元して、テトラエ二25を合成し、さらに酸処理することで、ジケトン26を得る。これは、ペンタシクロノンと命名されている。アセータール化合物26の保護器は、酸化水分解で、ケトン27に再生される。 ジオキシム27のうち最も邪魔なケトン元をアショウ酸及びサク酸で選択的加水分解することでモノオキシム28が生成する。ここで新たに加わる窒素原子がカン AD の完成に必要な2番目の窒素原子となる。次にシクロペン転換ンンとシクロヘキセノンカンがどちらもオゾンによるオゾン分解で酸化されトリケトン29ができる。 アルドール縮合によって1位と5位のカルボニル元が縮合し、シクロヘキセン30が生成する。これと同時にオキシム元がトシル化するほか、カヨウ酸によってシクロヘキセン管が酸化解裂し、ジアゾメタンが酸化解裂によって生成したカルボキシ元をエステル化して化合物31が生成する。これをポリスチレンする本酸ナトリウムのメタノール溶液中で2時間。 摂氏170度で加熱するとベックマンテニーが起こり、ダクタム32が生成する。これが、さらに反応して4つの間を持つ、化合物33が生成する。ここでは、アミンカルボニル縮合とアルドール縮合が連続して起こる。この化合物では、ダクタムの快感は起こらない即座である、プロピオン酸エステルの立体化学が適切ではないため、アルファーコルノルステロンは、 エピマーノベータコルノルステロン34に変換される。ベータ体はまず過剰の塩基で両者を平行状態にし、酸性に戻して、ジアゾメタンで処理することで得られる。34にメタノールとチオフェノールを同時に反応させることで35が得られる。この時メタノールはカルボニル元、チオールは炭素窒素結合をそれぞれ攻撃する。これで、 イミダゾールマタンが何に変化するかはっきりわかるようになる。これを保存分解してアルデヒド36とアンモニアが得られる。この時、チオエステルはアミド元に変換される。このアミド元が水素化放素ナトリウムによりアルデヒド還元されメチロール元に、さらにメタンする本酸無水物でメシル化、シューカリチウムでブロモ化されてシ中カ物37が生成する。 この網の元がニトリル元に変換されればカン AD の反応は終了となる。カン C の合成の出発物質はキラルなカンファキノン38である。これを無水酢酸中で酸復化放送を付加させ、アセトキシトリメチルシクロヘキセンカルボン酸のエステル39に変換する。この反応はマナッセト・サミュエルによって1902年に開発された。エステルを水分解し、 カルボン酸4 0得 l これをアミド化し、化合物41にした後、オゾン分解でペルオキシド42に変換する。これを亜鉛とメタノールで還元して、スクシンイミド 43OL。これを塩酸とメタノールの混合溶液で処理すると、ラクタム44が生成し、このラクタム44を熱分解することで、乾式化合物 C が完成する。 カンビーの出発物質は3メチルマイナス4オキソマイナス2ペンテン四4 6である。これをブタジエンと混合するとディールスアルダー反応が起こり、ラセみたいのシクロヘキセン47が生成する。この反応は立体選択的反応であり、メチル元とカルボキシ元がシスの関係にある。二つの光学異性体の分離には1、フェニルエチルアミンを用いる。 これを使ってマイナス47を単離する。クロム酸で c c 二重結合を酸化し、反応中間体として3つのカルボキシ元を持つ化合物48が生成するが、分子内の2箇所でエステル化反応が起き、ジラクトン49になる。アーアンとアイスタート合成により、カルボキシ元の炭素差が引き伸ばされ50となり、アンモニアとの反応でラクタム51ができる。 これとご硫化にリンが反応して、チオラクタム52が生成する。乾式化合物 B と乾式化合物 C は、加酸化ベンゾイルの塩酸溶液中で、硫黄原子を橋渡しにして結合させることができる。硫黄原子はリン酸トリエチルと反応させると、硫黄縮合が起こって引き抜かれ、まずウェナミンイミン54になり、 次に、ラクタム元が、硫化水素雰囲気化、トリミチルオキソニウム復化放素塩の存在化で、チオラクタム元に変化して、チオデキストロリン55となる。ただし、このチオデキストロリンはいくつかの、不正中心において、立体配置が逆転している分子の混合物である。西側のカ肝 AD と東側のカン BEC は、カリウムタートブトキシドと反応させることで、陽イオン中間体を経て、 スルフィド56となり、両者は結合する。このチオエーテルにはカンビーシー内の二重結合の位置の違いによって3つの互い変異生態があり、56がそのまま反応して次の過程に進むことはない。I 型は容易に安定な2型に変化し、それ以上反応が進まなくなる。そして I 型と平行状態にある3型も、 3型のみを反応させた場合、収率90%と非常に効率よくできるのだが、こちらも I 型ほどではないものの2型に編成しやすいので、37と55からコリゲノリドを合成する際の収率で見ると40%程度にしかならなかった。結果的にエッシェンモーザーが I 型をメチル水銀誘導体に変換しておくことで3、復化放送、トリフェニルリン、 ベンゼン法でコリゲノリドに直接変換できることを発見した。次に4.5等量のシアノエチルホスフィン、5.3等量のトリフルオロサクサン及びするホラン内誌は、ニトロメータンの存在下、摂氏60度で20時間加熱すると、溶縮号が起こり、シアノコリゲノリド57ができる。1968年夏の段階で、ここまで到達していた。 この時間 C のプロピオン酸、エステル部分が結合する不正炭素もらせみたいとなっている。反応物の立体障害のため、合成はこの方法でしか進行しない。ウッドワードは、コリゲノリドー酸 N メタノール性塩化水素中に16時間放置し、インコリゲン酸メチルエステルを合成した。しかしコバルトを導入するとそれが触媒となって、エステルが分解されるので、この化合物に、 直接コバルトを導入して合成を進めるのは不可能だった。しかし、トリエチルオキソニウム4復活法素子を作用させて得られるオーメチルコリゲノリドアラクトン管が開管した液素管状態と平行なしていることが分かったので、大過剰の塩基を加えカルボン酸イオンが安定に存在できるようにした上で、大過剰のジアゾメタンを加えてオーメチルコリゲン酸メチルエステルに変換した。 これは、テトラヒドロフラン中で塩化コバルトないしは、溶化コバルトを用いて、容易に、コバルト作体に変換できる。つまり、オーメチルコリゲノリドを、テトラヒドロフラン中でコバルト塩で処理し、ついで空気及びシアンイオンで処理し、さらに、ジアゾメタンで処理すると、オーメチルコリゲン酸メチルエステルが合成できる。しかし、ここから、コバル酸を合成することはできなかった。一方、 エッシェンモーザーは、化合物57に五硫化ーにリンおよび4、メチルピリジンを反応させ、ラクタムおよびラクトンの酸素原子を用に置換して、ジチオシアのコリゲノリド58が生成することを発見した。これにメチルイソプロポキシ水銀および、トリーメチルオキソニウム復化放素との反応で、エスメチルジチオコリゲノリド59ができる。これに、ジメチルアミンがして、メチル元から、 イオオカゲイオンが取り除かれ、ジオラクトン管を含み、管外に二重結合を持つ、アルケン60となる。この時、塩化コバルト、または溶化コバルトによって、コバルトが容易に導入される。この化合物は、テンプレート合成時に、コバルトへの不加物から単理された。また、エッシェンモーザーの手法では、化合物58をメタノール溶液中、カリウムタートブトキシドの存在下で、 脱離的解裂させ、生成したアニオンを、ジアゾメタンで、エステル化する。このエステルから、アエニュー動体を合成する。ここで火酸化ベンゾイルを反応させると、カエーのイオン原子とカンビーの炭素原子の間に結合が、生じ、セルフィドを含む、ダインカ管が完成する。その五葉が脱離し、炭素同士が結合する。実際、 アエンのない化合物からでもジメチルフォルミアミドを中で、トリフルオロサクサとトリフェニルホスフィンで処理すると、同様の反応が起き、アエンを導入してから、塩化塩削体として単理することができる。また、ジチオコリゲノリド58に、ジメチルアミンのメタノール溶液を作用させると、チオコリゲン酸アミドオクタメチルエステルになる。これにアエンを導入して、削体とした後に、 要素のメタノール溶液で酸化し、トリフルオロ酢酸とトリフェニルホスフィンで処理した後、再び亜鉛を導入すると、亜鉛削体が生成する。この手法のここまでの収率は50%を超えている。この亜鉛削体から酸処理によって亜鉛を除き、塩化コバルトのテトルヒドロフラン溶液によって、コバルトを導入すると60ができる。その後、植化法を適用し、 ビスノルコバリン酸アミドオクタメチルエステルが70%以上の収率で生成することが確認された。1970年の時点でビスノルコバリン酸ヘプタメチルエステルまで合成が進んでいた。化合物60から化合物61への感化反応は中心のコバルトイオンが触媒となって進む。化合物61は ビスノルコバリン酸アブゲグ、ペンタメチルエステル C ジメチルアミド F ニトリルと命名されている。この反応でも関 C のプロピオン酸エステルが結合する不正炭素に関してラセミ体となって生成する。これは、要素の作酸溶液により酸化されて、ダクトン62で関 B の炭素に結合するプロピオン酸エステルが正しい立体配置に戻る。 最後の難関は5番目と15番目の炭素にメチル元を結合させることである。この時、10番目の炭素は大きな置換器で十分に遮蔽されており、攻撃されることはない。クロロミチルベンジルエーテルが反応し、自負過体ができる。これがチオフェノールによって、さらにジチオフェニル化合物63に変換される。この化合物を単離するためには、 白層クロマトグラフィーを行うことが必要である。ラネー合金により、硫黄が脱離し、ラクトン管が還元反応に改換することで、カルボン酸が生成し、これがジアゾメタンと反応して、エステル64に変換される。これは、当初低周率の反応だったが、ケンブリッジ大学で、この段階で混ざっている化合物64の異性体の数が、 HPLC によって減り、関 C の13番目の炭素での立体配置が反転している2種類のみとなる。これが化合物65である。化合物65に含まれる異性体はプロピオン酸エステル元が紙面の奥側に出ているコバル酸アブデグヘキサメチルエステル F ニトリルと手前に出ているネオコバル酸アブデグヘキサメチルエステル F ニトリルである。 ただし両者はこの先の反応を進め、視野の元をアミドに置換した後でも、両者の間で平行状態になることから、この段階での分離には意味がない。化合物65は硫酸により、視野の元がアミド元に変換され、化合物66になる。これにより13番目の炭素について、立体配置が反転している、光学異性体の量の比のバランスが72,28。28 に崩れ、光学分割が可能になる。求める、異性体67は、生成量の少ない方である。これは、HPLC で分離できる。しかし、ここから、通常のように、アショウ酸やアショウ酸アミドを用いて反応させようと、すると獣医の炭素だけが急速にニトロソ化され、合成を進めることができなくなる。エッシェンモーザーは、クロロアセトアルデヒドとテトラフルオロホウ酸銀から、 得られるシクロヘキシルニトロンにより、アミド元がカルボキシ元に変換され、化合物68が得られることを発見した。また、ケンブリッジ大学のエルマー・コンツは、酢酸,酸ナトリウムの存在化、摂取0度で1時間4塩化炭素中で4酸化に、窒素を用い、周率70から80%でこのアミドを酸に変換できることを示した。最後に、 液体アンモニアとエチレングリコールを摂取75度で30時間反応させてコバル酸の合成を完成させようとしたが実際にできたのはプソイドコバル酸であったこれが生成したのは中のコバルト原子が酸化から一化に還元されそれに伴って水素が引き抜かれたためと考えられているプソイドコバル酸をコバル酸に変換することはできなかったが 元々のコバル酸エステルにアンモニア及び塩化アンモニウムを加えることで6つのエステルがすべてアミド元に変換されコバル酸69を合成することができた。ヌクレオチドの合成 D リボースと無水酢酸ピリジンを1、4ジオキ酸中で摂取95度で反応させるとリボフラノースができる。これをジエチルエーテルを溶媒にして塩酸と摂取0度で反応させると 塩素置換体ができる。これに5、6、ジメチルベンズイミダゾール、ついで塩酸を反応させると、アルファーリバゾールとベータリバゾールの2種類の異性体ができる。これらを分離して、アルファーリバゾールのみを取り出す。アルファーリバゾールと塩化トリフェニルメチルを反応させ、さらにアリン酸エチルシアノエステル、酢酸、水酸化リチウム、アンバーリット、続いて二等量の水酸化アンモニウム。 N、N ジシクロヘキシルカルボジーミド HCNH にタート、ブチルアルコールを作用させると、周率71%で目的物質が生成する。これを A とする。また、トレオニンの創生イオンに酸素処理したテトラリンを加えると、1網のマイナスにプロパノールが生成する。これを金属を触媒に A と反応させると、 リン酸元の結合位置によって二つの異性体ができる。このうち多い方が目的とするヌクレオチドである。これをヌクレオチド B とする。ビタミン B12 の合成この合成は1976年3月17日に発表された。コバル酸にトリエチルアミン及びジメチルホルムアミドを溶媒としてエチルクロロカルボン酸を反応させるとエステルができる。 これに合成したヌクレオチド B を反応させると収率73%でビタミン B12 が生成する。ありがとうございます。